白山水力株式会社は大正から昭和初期にかけて存在した日本の電力会社である。北陸電力総配電管内にかつて存在した事業者の一つ。白山周辺一帯を水源とするく流川水系、手っ取り川水系の開発を目的として1919 19年に発足。福井県及び石川県において計4カ所の水力発電所を運営した。 福沢桃介が関係した電力会社の一つで、同じく福沢系の電力会社や萩水力と1933年に合併した。創業者の一人、福沢桃介白山水力株式会社は1919 19年6月28日に設立された。設立に当たったのは、後に大手電力会社大道電力の社長となる福沢桃介や、 いわきセメント社長の岩崎誠七、それに、伊丹二郎、成瀬正忠らである。設立時の資本金は1000万円で、初代社長に、伊丹が就任、福沢は相談役に回った。発起段階では、中部電力の社名が予定されていたが、計画中の発電所が、白山一帯を水源とする河川であったことにちなんで、白山水力の名が採用された。本社は、 東京市高島地区永楽町一丁目一番地に置いた。白山水力は北起人が取得していた福井県、九ず川水系及び石川県手取川水系における水利権を継承する。そしてこれらの開発を進め、1923年以降、開発の一方、社内では1920年2月に社長が痛みから小林玄造と交代。 ついで1922年7月には、元富山県知事で、県営電気事業を起こした東園元光が社長となる。東園の在任は1926年4月までで、その後は15銀行頭取、なるせまさやすの弟、なるせまさが、専務から昇格して、社長を務めた。また、資金面では1926年4月に、売学増資が決議され、 資本金が2000万円となった。白山水力の大口供給先は、中京地方に供給する大手電力会社の東方電力であったが、供給契約の満期にあたり公開交渉が難航したため一歩進んで、両者合併してはどうかとの案が出て、1931年7月には、両社間の正式交渉まで進んだ。しかしこの合併は成立せず、結局その1年半後に、 白山水力は矢作水力株式会社に合併されることとなった。この矢作水力も中京地方の会社で、愛知、岐阜両県にまたがる矢作川水系の開発を目的に1919 19年3月に発足。白山水力と同様に福沢桃介が相談役におり、当時桃介の長男小牧知が社長を務めていた。 合併は1932年11月18日、矢作水力側の株主総会にて決議された。翌1933年1月31日に、定審証より、合併認可があり、2月28日付で契約に、基づき合併実施に至った。合併比率は、白山水力10に対し矢作水力7.5。4月11日には、水力にて、 合併報告総会が開かれて合併手続きが完了し同日をもって白山水力は解散した。合併に伴い社長の成瀬は矢作水力の副社長に転じた。白山水力が建設運営していた発電所は以下の4カ所でいずれも水力発電所である。最小現代一発電所白山水力が最初に建設した発電所が 最小限発電所である。所在地は、福井県大野郡五河村。九ず流川から取水する水路式発電所であり、1923年10月に運転を開始した。発電所出力は、当初1万5000キロワット。1927年の増加後は2万キロワット。ボービング製、フランシス水車と、ウェスティングハウスエレクトリック製6000。 キロボルトアンペア発電機を各4台備える。また本発電所建設の際に放水路と崩流側の間に生じた落差を活用するため、放水路発電所として最小限第二発電所も建設された。第二発電所の出力は1927年12月の運転開始当初は640キロワット、後800キロワット。ボービング製。 カプラン水車とブラウンボベリ製800キロボルトアンペア発電機を各1台備えた。会社設立の段階では最小原発電所の発生電力の半分を水利検診生が競り願いとなっていたという地元福井の京都電灯に大使供給する予定であったが実際には大部分が東方電力への供給に回された。送電線は白山水力、大動電力、 東方電力の三社共同、具体的には最小原発電所から、関までを、白山水力、そこから先を、大道電力、最後名古屋市内までと終端の変電所を、東方電力が建設する、という形で整備された。低新省の資料をよると1932年9月末時点で、東方電力は、大道電力経由で、 最小原発電所の発生電力のうち1万9 0 0 0ットを受電していた。また送電線は、故障時の電力融通用として、1924年10月下流の大道電力最小原発電所との間にも整備された。最小原発電所は、白山水力と矢作水力の合併後、1941年10月に日本発送電へ出資された。 日本初送電では放水路の第二発電所と一体化され、出力2 8 0 0ットの最小限第一発電所となっている。戦後1951年5月以降は北陸電力に帰属する。吉野谷発電所取水用の吉野谷ダム、白山水力が手っ取り川水系で最初に建設した発電所が吉野谷発電所である。所在地は、 石川県石川郡吉野谷村。手っ取り川支流の小添川から取水する水路式発電所である。会社設立翌年に着工、不況による工事中断を挟んで1926年5月に運転を開始した。出力は当初6 2 5 0ットであったが、翌1927年に1 2 5 0 0ットへと増強されている。主要設備は、 ボービング製フランシス水車2台とゼネラルエレクトリック製7 5 0 0ルトアンペア発電機2台。送電線は最小原発電所との間に整備されている。発生電力については1924年2月に東方電力との間で供給契約が締結されており、同社へと送電された。1932年9月末時点では、 東方電力は最小限発電所分と同様な移動電力経由にて吉野谷発電所発生電力のうち1万1 4 0 0ットを受電していた。吉野谷発電所は矢作水力との合併の後1942年4月に日本発送電へ出資された。戦後は最小限第一発電所と同じく北陸電力に帰属する。白山水力が 最後に建設した発電所が鳥越発電所である。所在地は石川県のみぐん鳥越村。運転開始は1928年12月。手っ取り川上流部の牛首川と支流の片原川から取水する水路式発電所であり、出力は1万3 0 0 0ットである。ボービング製フランシス水車2台とブラウンボベリ製。 8 0 0 0ルトアンペア発電機2台を備えた。鳥越発電所の発生電力は、京都電灯が、受電用送電線を建設して引き受けた。1932年9月末時点で、京都電灯は、白山水力より、福井県内の花房開閉所にて1万2 0 0 0ットを受電している。矢作水力との合併後は、 吉野谷発電所と同様に1942年4月に日本発送電へ出資され、戦後は北陸電力に継承されたが、1978年9月に廃止され現存しない。白山水力は最小原発電所が位置する福井県大野郡を河村と隣接する坂谷村、下穴馬村を伝統電力供給区域に設定していた。このうち五河村、 下穴馬村の配電先行時は1924年3月に完成している。供給は小規模であり、1931年時点では、電灯数201頭に過ぎない。白山水力が出資していた会社に、大北工業、株式会社がある。同社は、鳥越発電所の余剰電力を活用し、カーバイドを製造するべく、 白山水力と大阪財界が出資して1929年10月に資本金30万円で設立された。工場は町の誘致により石川県金沢市の郊外の野の市町に建設され、吉野谷発電所から伸びる送電線が整備された。創業開始後、1932年からはカーバイドにクワイフェロアロイの一種フェロシリコンの製造も始めた。 白山水力と矢作水力の合併後も、矢作水力が大北工業の株式を保有したままであったが、1939年9月、矢作水力主会社の昭和ソーダが株式を譲り受けた。1944年には昭和ソーダが東亜合成化学工業に合併したため、同社系列となる。戦後1960年からは、同業でフェロシリコンを製造する。 東加工株式会社の参加に入るが、1965年12月に工場を閉鎖した。ありがとうございます。